どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、その順編続きやっていきます。で、今回は、フラム戦やっていきます。で、フラムが今3位で勝ち点が21で、今、スウォンジーが勝ち点24で首位なんですけど、で、勝ち点並んでね、ウエストブロムが、まあ、一試合ね、先に終わっているので、勝ち点並んでますけど、フラム戦に負けると、勝ち点、24で3チーム並ぶので、まあ非常にね、面白いリーグ戦になるかなと思うんですけど、まあ勝ってね、もう少し首位でいたいかなと思います。まあ1年目の目標が昇格争いなので、まあシーズン開始としてはね、すごくいい、スタートじゃないかなと思ってます。まあ、連敗する時期は絶対あると思うので、その時期にね、まあ乗り越えれるように前半戦で勝ち点をね多く積んでおかないと後側が苦しいんでね、うん、まあなんとか6位までだったかな。プレーオフがあれなんでね、マネに、入っとけばいいので、うん、なのでまあまだ全然ね焦る必要もないかなと思います。今どの順位にいるとかいないとかはね。はい。でフラム戦のスタメンなんですけども、2試合で4ゴール中の、コノリーを今波に乗ってますから彼をトップに入れて、トップ下グリーンウッドと、コンバート終わりましたんで、使っていきたいと思います。もうスワンズのね未来を担うんじゃないかなと個人的に思ってますんで活躍してくれたらいいかなと思います。でマトンド、グライムス、ルベンペレス、アホラヤンで、ディフェンスラインが左にいたでモーソン、アムバドゥ、ハギンズで、ポーラスベックですね。で、ベンチはこのメンバーです。で、左がですね、ブレネットとネコが体力減っているので、今回はハギンズでやっていきたいんですけども、まあちょっとね、守備陣が不安なんですね、これね。ペリンにしようかな。ここね。うん、そうしようと思います。誰か変えますか、あと。スミス入れ、いやーどうかな。フラムやからな、相手がな。なんか、ちょっと怖いな。まあまあ、これでいきますか。で、アルティメット6分で。雨か、雨っていうのが嫌やな。やっていきます。向こうのスタメンが。まあ、リードがちょっと怖いんですね。スピードあるから。うわー。いいメンバー揃ってますね。やっぱ、あれですね、ガッサニガがちょっと飛び抜けて嫌だなってイメージがすごくあるな。2部のキーパーじゃない能力値してるからね。なんで、怖いですね。点取れるかなって感じですね。はい。まあ、とりあえず、試合の方やっていきます。はい、じゃあやっていきましょう。さあどうかな。今までやってきた中では一番強いと思うんですよね。なんでそういうチームに勝てるかどうかでしょうね。まあサイドの特に右がこの試合ちょっと弱いからねえ。危ね、危ない今の危な、怖かったな今の。ちょっと不安が出たな今な。ハギンズ悪くはないんですけどね、やっぱ能力っていうところ見るとやっぱちょっとね一つ下がっちゃうね、どうしてもね。いいよいいよ。あ、惜しい。いける、OK。あ、やばい、見てなかった。誰も見てねえじゃねえかよ。何やってんだよ。あら、ロロ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 。
嘘だろ。あ、出てるわ。びっくりした。あぶねえ。あまりも誰もついていってないからびっくりしたわ、今。出てるわ。助かった。いやー、ただリードのパスうまかったですね、今ね。あれはちょっと気をつけないと危ないですね。出てるか、出てるか戻りか、いや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 、もうそれは見逃してよっていうぐらいの、それいやー厳しい。今のは厳しいな。VAR より正確やな。まあ、フォロフォーなんだろう。オープン。いける。うわー、ロビンソン早い。いいね、そのパスいいね。いや、ただな、寄せが早い。悪くないですね、うん、シュート打てるスペースありましたからね、前にもね。ディフェンスラインを上げるっていうことは考えたら、このシュートは大きいかもしれないね。ヘクターが固有かっていうぐらいいい感じになってるな、あれな。髪型も、ヒゲの感じも、遠目から見たらもうほぼほぼ固有じゃねえかってなるような。確か、今の取れないか。浮き溜めあったから取れたろってなったけど。ちょっと、うまくね。スピード速くね。危な。出てる？マジ？あ、それは出てるな。でもさっきのは微妙だったな。指先の本当は関節ぐらいじゃねえのっていうぐらいのオフサイド取られたけど。あぶな。めっちゃフラム動きがいいな。ルカ・イタ。いやー、くそ、パス出せなかった。戻そうと思ったのよ。いやー、それは、あ、出てる、助かった。おっと、ミスった。カバレイロが、ちょっと厄介。いやー、ちょっと待って、ちょっと待カバレイロに手焼いちゃってんな。うん。どこにパス出してんのよ。出ないんじゃない？オッケー。
よし、スイッチ入った、強いな、やっぱり。Well, just look at this again. The speed of counter-attack is so impressive, and the finish is just as good. That's an excellent goal. まあもう一人後ろにいたからね。アホラヤンがグリーンウッドがシュート決め、まあずれてもアホラヤンに通っとけばっていう感じでパス出したけど、グリーンウッドが決めてくれましたね。ナイスナイス。モーソンが駆け上がってきてるし、すごいな。よーし、攻められてただけにこの1点はでかいよ。相手がこれで焦ってミス増えだしたらとこにいいんですけど、まあ、この後失点しやすいのがね、悩みどころですね。おっと、あっちゃー、そんな的確にゴール決めれる？えぐいなー。Well, here it is again, and the way they've been playing, that was always going to happen. They've certainly been piling on the pressure here. これ、ちょっとうますぎるな。So underway again here on the back of that leveler. Well, the referee has instructed the fourth official to put 2 minutes on the board. あららら。Successful intervention, winning the ball back. Individual brilliance. Tom Kearney.なるっしょ、ほらね。はい、後半やっていきます、グライムス下げてスミス入れました、ちょっとグライムスは合ってないかなっていう感じなので、多分ね、フィールドの方が合ってるんですよね、このチームにね。サム・フィールドっていう選手の方が。いやー、動き出してくれねんか。あ、クソ、取らなかったか。通りそうだったのに、あれは。あ、出ちゃった。取れたのにな、せっかく。ああいうパスが本当怖いわ。いける、通る、よっしゃ、 OK。逆転した、逆転ちゃう、勝ち越した。興奮しすぎて逆転つったったナイスナイスナイス、いいヘディング、ヘディング、これ外れるかなと思ったけど、一瞬、これ難しいからな、これ下がりながらやから後ろに、ナイスヘディング、
おお、いいよいいよ、あ、取られた。あー、向こうのボールになりましたね。でも守備がアグレッシブになりましたね。いいですね。違う、バカ、あぶね、あ、ちょっと待って、それまずい、あぶね、あ、あぶね、なんでなんで本陣切り方や。あー、向こうの当たってコース変わっちゃったね。もったいないね。板が全然走らないんですけど、どうした？あー、こんなになっちゃった。嫌やな。あー、ケバノが出てくるんじゃない？ちげえ、ウィルソン出てきた。これマッツ。ちょっと待って、あぶね。いける。あー、助かった。選手交代ちょっと考えんとあかんけど。Just 20 minutes remaining now. Right, a change to the scoreline I'm hearing in the Millwall game. Alex, what news do you have for us? Yeah, it's a second for Millwall. ちょっとコースが悪かったな、今のパスのな。狙いは良かったけどな。Well, just listen to the atmosphere in here. The fans doing every bit to try and spur their team on for this equaliser. やべ、マジか。いよいよ、ナイスナイスナイス。うわ、そっちやな。オッケーオッケー。スミス、デンジャラスボール。うん、こぼれたところがもうちょっと違うとこだったらチャンスだったな、今。Well, I think the fans are doing everything they can to get their team back into this. But can they find that moment of inspiration and get an equalizer? いやー、ミスった。そう。出てるっしょ。あぶね。いた。手打った。よし、ウッドマン出そう。Managers deciding this is the time to change things around. Both teams going to the bench. もう1点取ったら勝てると思うんだな。もう1点取ったら、やっぱ1点はちょっと怖いな、この感じ。Alfie Mawson. Good ball to switch the play. Space afforded him.Had a chance to whip it in here. And the cross not sufficiently well played in. やっぱ普通の、いやでもな、足元も出せんのよな、あれな。難しいな。やべ、マジ？よっしゃ、オッケー、ナイス。今のは超ビッグプレー。よし、 OK、 3点目。よし、出てる。マジかよ、今の出てた。いやー、マジか、今出てたんか。
コノリが出てたってことでしょう。ギリギリだったんちゃう？And here they come, still pressing for an equalizer. This looks interesting. And out for a throw-in, just misfiring with the pass. Michael Hector. Seri. Tete. Reed now.やべ、なんか知らんけどずれた。危ない危ない。あ、終わった。勝ったけど最後危なかったよ。いやー、3点目は出てたんだろうか。まあ出てたんだろうな、ゲームやからな、失敗はないからな。白熱した試合だったな。いやフォーラスベックのビッグセブンと同点でしたね。危ない危ない。はい、ね、もうキーパーのビッグセーブとかいろいろありましてね、なんとか2対1で勝つことができまして、単独首位になりましたけども、非常に疲れました。いやー、非常に疲れましたね今回の試合で。次回はホームのウエストブロムを取ろうかなと思います。うんですね。今ウエストブロムが2位なので、でその後ボーンマスとかね、取っていこうかなと思います。はい、今キャリアがすごく楽しいので、もうこの試合、2試合はシミュレートせずにちょっと個人的に楽しみたいのでやります、動画外で。はい、大丈夫ですね。うん、フラム、ウエスト、QPR が調子いいんやな。なるほど。なるほどね。ああ、シェフィールドは、あれですね、現実と一緒で、調子悪いですね。この、なんだな、昇格争いに、現実も絡んでんのかなと思ったら、そうでもないしね、調子悪いですね、非常に。QPR は 2敗しかしてないのが、ウエストボロムが1回負けてないっていうのがすごいな、まだ。守備が硬いですね、ウエストボロム。はい、じゃあ終わりますか。次回はウエストブロム戦ですね。マダム杯のね、この時は。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。